えー、皆さん、こんにちは。日本人兵庫県神戸市民の淡井啓介です。本日2023年10月26日14時49分、えー、昨日のニュースについてですけども、まあ、岸田さん、NHK のニュース、ニュースウオッチ9でですね、岸田さんが、 まあ、その、給付金の話。まあ、先に泉さんが、えー、給付金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 ではありませんか、ということで、まあ、3回おっしゃっていただいてるんですけども、あのー、まずエネルギーの残存量問題を考えると、給付金を、まあ、10万円給付にしておいて、えー、ガソリン関係に関して、えー、出しろ補助金を一切なくす。で、そうすることによって、えー、ガソリンスタンドで、 えー、レギュラーが1リッター、えー、200円ちょっとぐらいになるみたいです。それでちょうどいいと思います。これでみんなあのガソリン節約するから。エネルギーの残存量問題です。えースキル本当にありません、えー。残り54年分です。技術的採掘可能埋蔵量。メタンハイドレートの話。あれ込みでガソの採掘可能ー年数49年分しかないんです。世界的に。ないものはないんです。もう安倍さんが泣きながら言ってるところ、ぼ僕見たことありますから。 でえー、わ私の知り合いです、元々で私からの提案で、世界中との外交を固めるために、に日本で今まで人気の一番長かった総理として進めましょうって、そこには、えー、黒人初の大統領、大統領の広島訪問とかいろんな話があったから、僕からの提案で。で、いろいろ実現してきました。で、えー まあ話がだいぶそれたんですけども,もうここエネルギーの残存量問題でこれこれはもう本当にまとりましょうそうじゃない全然誰も何にも覚えないですからあの建設業界の人たちに対して覚えてもらわなきゃならないことっていうことで、まあ、ちょっとある程度叱ってる内容で、えー、YouTube、えー 今日中にアップロードで、きたらアップロードしますでここはもう10万円の給付であって、一律は絶対ダメですよ。それしちゃダメです。お金持ってる人はどん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 海外旅行とか行ってるんですが、低所得者とか、えー、住民税が非課税の世帯の人たちに渡してあげると。それによって、あのガソリンに対するその補助金だから多分電気代が上がると思います。だから今年の冬、乗り切るのに、 そのお金大事に持っておいて、私みたいな生活保護者は、電気代に残しおかなかったら多分大変なことになる。もう今、1度のもう皆さん分かってるでしょ ?150 円ぐらいなんですから。で、原油価格は、もう僕は言ってます。もうこれだけもうエネルギーの消費が抑えられないんだったら、もう1バレル、もう100ドルでもいいって。 これはオーペックだけで決めれることじゃないんです。皆さんは学校では、えー、石油零明ーペックっていうものを習ったと思うんですけども、これは世界中の人の命がかかっているから国連レベルの話なんです。一法律だけで物事を考える人間は一番危ない。それで動くやつはもっと危ない。で春山整骨院は何回言ってもずっと車で来,来続けるから、あそこは一番ひどい挑発行為を行っている。類反過重。 他のボ、えー、含めた併合剤再販火中でもいいあもういろいろ撮影して、えー、建設業界の不始末、えー、かなり指摘しています、えー、あと神戸市とかの町づくりからの人間が関わってるでしょこの辺の工事とか特にね あと西宮市も。あかんよ。三審党以内の請求で行くよ。もしくは国葬。それせんから無理や。そいつらから議員になりようやつら、今までいっぱいいた。神戸市長の笹山市長。名前が笹山っていう人間、笹山市があるけども、ややこしいけども。その男はもともと神戸市の町づくりか。 で、働いてた公務員。で、建築業界とかに仕事回しちゃったら票が取れるから高い給与。えー、神戸市長だったら大体2000万円ぐらい給与。年収が。年収としての給与は2000万円ぐらい。阪神淡路大震災が1995年にあって、みんな、えー、多くの人たちが建物半壊,壊、全壊、全壊してる人たちが結構いました。私の住宅も全壊でしたから。 解体するお金なんかないんです。分譲マンション。12階建ての。街中あんな状態で仕事は、ほとんどの人はなくなるでしょどうしようもなくなるでしょどうしようもないものはどうしようもないんですよ。政府はお金を出して、建物の解体費を出しあげたらよかったんですよ。撤去作業の。東日本大震災の時はそうだったでしょけどその頃の神戸市の笹山市は何してたかって言ったら、神戸ウィングスタジアムを作ってたんですよ。 百何十億円かけてアホでしょとんでもない横領ばかでしょでそいつがもともと株式会社神戸ワインの神戸市立ホテルフルスソーラーパークそこの社長僕が働きに行った頃は金井健一さんっていう人っていうことはもしかしたらその笹山市長だった人間はもう少し前議会で議員で 神戸市議会の決定で神戸市立ホテルウルーツラパークを300億円を税金使って作った方かもしれない。<laughs> っていうことは国民の金を使ってお城の主にでもなりたかったっていうとんでもない大バグ物だったかもしれない。この可能性は非常に高い。 そんな後、全然反省してない。なぜなら、神戸市立ホテル、ウルーツ、ラーパークの建築は、私が小学生の頃に絶対始まってましたから。で、阪神・淡路大震災は、1995年、私が高校2年生の時です。発生してるのは。その年で3年生になるんです。1月17日、朝の5時47分に発生してます。住んでましたから、神戸市兵庫区東山町に。 4丁目16の4、東山ープ604。その後、神戸市立ホテルフルーツラパークに働きに行ってた。その頃には株式会社神戸会の社長を辞めて、で、神戸市の市長になってるんだけども、していたことはそういうこと。神戸運営スタジオンとか、それだけじゃない。神戸国際会館も確かあそこは、 阪神淡路大震災の後や神戸チキンジョージのもとことある神戸ワールド記念ホールもある神戸ワールド記念ホールなんかあんなとこはせに入るよあとハーバーランドよっけえなのいちいち作っては壊して作っては壊せ人と どうせその頃支えましたやろう。その親族どこにすんの俺、ね。その時の関係者、その一族の末裔がずっと国の税金使ってエネルギーの存続問題とか全然大真面目に考えないで、もうそいつらから本当に告訴でも何でもいいから車全部没収してください。バイクもオートバイも持ってたら、とにかくガソリン使用するもの。 で、もちろんこちらにもお金回してくださいよ。どうせそいつらが喧嘩売りに来てたんだから。この辺昔から。多分二十歳ぐらいの頃から、僕は。1997年、8年、それぐらいの頃から。多分そう、本当は。で、2010, 2010年ぐらいに原山聖子線院が出来上がって、えー、以前のこととかをある程度思い出してきたところ。 で、法律はもともとある。刑事事件とかのその被害者は、ね、国行政はお金を払ってあげなきゃならないっていう法律がある。だから6法で言ったら刑事法の ところの欄のどこかにあった。ちょっともうこれ、えー、見ながらだったら本当に、本当に、あの、68時間めちゃくちゃ長くなりますから、もうこれぐらいにしときますね。あのー、皆さん本当にあの、ご対応してください。建築業界。あの、松方弘樹っていうやつも死んだことになってましたけども、あいつもともと建築業者の人間、姫路市の。でこの間もこうそこ、えー、業務スーパーで仕事しに来てた建設業界の人間として。で本当は神戸市民かもしれない。 縦つくっていう言葉あるでしょ。あれ、漢字見たらびっくりしますよ。お前上に縦つくのかって言ってくる人間いるでしょ。上の縦になれっていうことですから。本当にシールドとかの、あの縦の方、漢字見たらわかる。危険界でこういうふうな文字。縦。本当に建設業界としての知識持ってるのかどうかわからへん、その人間。 そいつが松方弘樹としてテレビに出て、もうどちらが本名か分からない、こちらも。ヨットとかで、あれテレビの撮影でお金もらってたの。ヨットとかに乗って、クルーザーどちらかというと、ボート。大きな。豪華な。釣り人。 ほら見ろっていること全然何も変わらん。もう軽く日本全国で建築業界関係の人間100人以上は告訴で三振と以内の請求でまず車とか本当に募集した方がいい。で、いちいち喧嘩売りに来れんように口座の金額調整。家までは基本的には普通の一軒家ぐらいまでなら ま、特に応酬するつもりはないみたいな形でいいです。その代わり他の部分は全部差し押さえてください。切りない本当に。建設業界止めんかったら。で、もっと警察官の人間が建設業界で働いたりしてる。全部言っちゃう。 スタジアムの建設費用公開してるやろ、ホームページアワイケースの駅の48番に。サッカー界だけで1兆円は軽く超えてるぞ。プライ球界を持って。今まで球団何回も変わっと。場所変わっと。そのために球場変わっと。もう東京ドームだけで870、848億円ぐらいや。 埼玉県の裏は列の裏、列の、なんだっけ、スタジアムへ。なぜ赤い悪魔って呼ばれてたかって言ったら700億円超えで作ってたからです。国民の税金で。それであいつらが高額所得得得てたらどうします本当に。日本中のサッカー界の人間。収入はあるかないかで言ったらコンピューターとかとぼける側の人間は1円でも収入があったら収入があるって言いますからね。 話それましたけども給付金10万円で低所得者と非課税世帯の人に10万円の給付これで話は一致しますどうせ上の方で高額所得の人間なんてね行政に言いながら真面目に仕事してなかった人たちばっかりなんだからほとんどが真面目の意味分かってなかったんだからエネルギーの残存の問題とか全然分かってなかったんだから だから方向性なんか間違えたらもう社会全体がものすごくめちゃくちゃになるで。そういう人たちが人材派遣会社の人たちとかを雇って自分の給料だけはしっかりと担保していた。神戸市のボーナスが上がろうとしましたよ。人事院の監査員。会計監査。指示出しなさい。神戸市の職員に。逆やって。全員ボーナス下がれやって。人材派遣会社の人間を増やして、 神戸市の公職員証を持ってる人間の数を減らして、それで、その会社に残った公務員だけ自分たちだけもっと高い給与を得ようとしてる。逆だ全部。すぐに動きで、すぐに動きなさい。 この子、私もしょうもないやつ、多すぎる一番上が笹山ょうやったら、そりゃそうなるわ、本当にドイツもこいつも本当に、あまあ、まあまあ、ドイツの人たちが言ってるんじゃないですよ、あの、もう、もうもうもうテレビで、もうみんなそういう言い方するから、僕もそういう言い方になっちゃうんですけども、もう多分もともとドイツもこいつもって、多分第二次世界大戦の,のヒトラーの話があったでしょう、だからそれ意図的に言い始めただと思いますよ、日本人が。 自分たちも第二次世界大戦で負けたでしょ敗戦国でしょドイツが戦争を始めたからでもそれで言い逃れしようとしたのが日本の政府の上層部の実態。昔のね。もうその人たちは死んでいませんけども。で、ドイツもこいつもとか言い始めたんだと思うんですよ。僕ももう、うん、ついついもう、もう生まれた頃からもうテレビでそういうふうに洗脳教育されてしまってるから。 意図的に多分そういう言葉は使ってるいろんな人間があ日本とドイツの人たちの仲が悪くなったら困るから今ここでちょっと申し訳ないですっていうことは言っておきますけどもただヒトラーのしたことはあれは間違いですそしてそれはドイツの国民の人たちは多くの人が賛成していてそれこそほとんどの人は一般人ですよね上の方が悪かったんやないかって全員で言ったったらいいんですよ で今、ずいぶん前からドイツの首脳の方たちはしっかりされていて、ドイツは今、自然再生可能で全電力の40%まか賄いでるんですよ。どうそこはすごい、ね、いいんですよ。頑張ってるので。かっこちら、日本のこのタラクは本当にも建設業界から何からまでは、医療業界は世界中の停滞落だし、本当 本当に裁判所の裁判官たちは法律名出しとうのに法律の何条までとか求め始めてな。仕事する気全然ない国民からのそれで高い収入を得てた税金からの横領罪や言うてろよ一回言われたオールを真面目に仕事せ。 なんかの昨日全部止めようとした裁,裁判か。正直疑っと。お前ら建設業界との居酒屋あったんちゃうか医療業界との居酒あったんちゃうか。全部バレたらどうせとんでもない金庫県になる方だったんちゃうかって。あんねんぞ、本当に金庫県は。終支権もあるぞ。分かってるな以上です。えー。 内閣の人は全員まとも側だといいんですけども、少なくとも記者さんはまとも側だと思ってます。あと、一部の方たち、えー、全員が全員どういうふうな言い方をしてきたかなんか私は全然知りません。わかりません。で、えー、それは、えー、いろいろな言葉を、えー、発している言葉だとか、私がテレビに向かって言ったり思ったりしたとこ,ことを受け取ったときにどういう返答をするかで、どういう人か、 を判断させてていいいただいています正直にもうこれ本音で話しましょう厚生労働大臣に医ゃ絶対無理その時点で癒着続行の方向性に応募としてるようにしか見えへん竹見っていうとか今本当かどうかわかんないけどもうウキペディアで妄想が多すぎる この間、池上彰のニュース、そうだったかなんか、もうアッパス議長の話も持ち出してきた。バレスチャの。その人も今年で87歳か88歳や。もう本当に今、この世にまだいるかどうかわ、いる人なのかどうか分からない。どうせその他国の、あのー、人をいちいち誰がどうなったかまでほとんどの人は分からない。調べようとしないから。調べようもないし、個人情報、方法、天下の悪,悪法、 余計に法律六法全書なんか増やしたらあかんなのに、いらん法律片っ端から削除していったらいいのに、あれもいらん、これもいらんっていうことになるのに。本当に手間ばっかりかけよう。もともと学問の世界で難しい漢字書いてきた人間嫌がらせ書いてるから。そいつら現場で働き回してないから。本当は低賃金で、淡いケースけと同じ条件で。 金まで取られたのこちらはっきり言って最低賃金法を仕上がってるよそれ助けなかったあなたたち法律業界の人間だよフルーツラブワークでもいろんなところでも法律側のん裁判所勤務の人間が働きに来といてなぜ助けなかったの根拠何もないよ裁判所で働いてる真面目な人根拠何もないよ今回の裁判ではっきり分かったこと法律側 一から根性を入れ直さなあかん人間。山ほど存在する。たくさん。たくさん存在する。逃げてばっかり自分の仕事から。以上。法務省参加でしっかりとそれぐらいさせてくださいよ。そちらから早急に動いてください。法律名な、えー、書いてるのに、一時代何条とか求めてごめんなさいって、国家賠償法ぐらい書いてますよ。その書類。 私のホームページに貼り付けてないだけですから、提出はしてますから。今までの話聞いてたら全部わかるでしょ。株式会社神戸前の話も、国の議会が身勝手に決めて、とんでもない借金こさえて、返済不能な金額で開いたんでしょ。万博も同じやアージ・ハナク。全部国の責任やあんたら交通費出とうやろ同じ金額ちゃんと用意せ どういつ賃金、どうい労働、法律新しいものを作ってまあ、それで何が変わったのか全く知らないけども、裁判所の裁判官は逃げとる。そいつらの財布から払わせたらいい。逃げ回った分、事態を伝えさせてるから。その先に繋がってきているのは、50人億人、50億人以上の命や。エネルギーの残存量問題、書類として提出しとうぞ、あれだけはっきり書いて。 上田裁判官、戸地裁の、あと大阪の高等裁判所の裁判官、三人ぐらいいたけども、もう名前忘れた。だけども貼り付けてある。とりあえず、記録は残ってある、こちらも。どうせこうなる。ずっと覚えていられない。それなのに、自分の名前すらも公開することを拒んでるのは、民事部の受付とかにいるじゃない。やめさせなさいよ、そんな人たち。裁判に変わる資格ないよ 一体どれだけの侮辱した気がするんだしかもそのうちの1名、えー、神戸地裁の民事部の淡いケースがコピー機の件で、これ承認立てなきけ無理だわって言ってたとき、多分誰かあのとき映像で見ててくれたでしょ神戸地裁の人たちがどういうような対応の仕方をしていたかっていうところ、国の行政の上の方の人たちで。で、座,あの座っていた一番左端のやや茶髪の。 髪の毛の男。あいつ、男10人組で絡んできてるから。その中の1名。あそれはもう5、六年、五年ぐらい前の出来事だったんですけども、本当に強いかどうかとかで。そいつは言ってたわけじゃないんですけども、そいつと一緒にいた連中。もしかしたらその男は、えー、っと、電波で何か言われて、電波で何か言われたから、 そいつらに対してえ、やめとけとかそういうふうなことを、本当にしたらあかんからとか言ったらあかんからとか言っただけかもしれない。多分その男はそこに座るべきじゃない。そもそも髪の毛、茶髪に染めてたんだかったら無理。裁判所での勤務。海洋基本法はある。文部科学大臣をこの間おろした。これぐらい裁判所の人間は覚えとけ。国会で淡いケ圭介は大臣と同学として扱われてる。君たちの方がして以上